こんにちは、速稼塾の久保です。いとも簡単に1万500円もらう方法として、今回はこの三井住友 NL カードですかね、ナンバーレスカードを選択しました。これね、モッピーだと8000円なんですけども、 A8 ネットだと1万500円なんですね。どんなカードなのかちょっと見てみましょうか。で、申し込んで1週間ぐらいできましたよ、こういうやつね。私はこの色を選択しました。なんですかね、グリーンではなくてこのなんですかね、シルバーですかね。はい、こちらです。ナンバー書いてないですね。ナンバー書いてない。でもこれ結構使いやすそう、なんかシンプルでいいですね。新感覚でございます。で、これでまずは1万5000円もらったんで、この1万5000円で今急騰中の暗号通貨なんか買ってもいいし、1万5000円、まあ貯金に回してもいいし、貯金に回しよったら無駄だったよみたいなね、麻生財務大臣の真似でもしとけばいいと思いますしね。まあ何にしてもカードを作ってお金がもらえるってどういう時代なんでしょうね、きっとね。ちなみにですね、このカードの利用枠が最初から設定されていて、なんか300万とか書いてますね。300万どうしろってんだ、金借りろってことなのかな、ね、生活困窮者じゃん、ね、お金を貸す政府も政府ですけども、カード作ったらね、このリボの枠をこんなに作ってもらわなくてもいいんですけどね。ということで、まあカードができまして1万500円でございます。 A8 ネットで作るとちょっと有利、モッピーだと8000円っていう感じで、まあポイントサイトとか A8 ネットみたいなね、セルフバックサイトによって違いますんで、まあどこがいいかなっていうのをね、検討しながらやられてるといいんじゃないですか。このカード持っていても損はないと思います。特にね、三井住友銀行に口座を作ってる方は持っといた方がいいんじゃないかなと思います。